ていってしまうと、はい、そうですね、いう可能性が十分にあります。河村戦術ペースから狙っていく、ショットクロック残り5秒、河村が行く、そして決めてきて河村がついていくというアルバルク東京。河村前が空いてきました。藤井です、スクリーンを使ってここはターンオーバーになってしまった。さあ横浜、ここは自ら攻めたいところなんですよね。そうですね、お高めがついていく河村、前が空いて自分で決めていきます。逃さないですよね。ああ、なるほど、はい、フリーで打ってるのと一緒ですからね。河村入ります。残り6秒、時間がなくなってきた。河村、河村抜けてきた、河村リードがあります。自ら伊藤が飛び込んでいました。さあ河村、河村自らシュートに行く、これを決めた、ターンオーバーになりました、アルバルク東京。そして河村が行った、オリバーからジャクソン、ジャクソン、河村、河村のリバースレイアップ、何でボールをコントロールしていきます。河村少し開けると外から打ってきます。お高めが今日の試合ずっとついています。河村外からのシュート、タイムシェアもパトリック・アウダが戻ってきたことで近くできるようになりました。横浜、河村がコントロールする、はい、そうですね、なんとしても取りたいところです。河村のシュート、動きというのはしっかり共通で理解されているか、はい、オリバースピードに乗っていく、1点差になっています両チーム。さあ河村が抜けてくる、ジャクソン、高め、ここはボールハンドリング乱れた、そして速攻につながる、河村からジャクソン、オリバーのブロックショット、そしてこの切り替え、河村から後ろ、ジャンジャクソン、よく見てましたね、というのがアルバルク東京です。いやー本当ですよね、インサイドジャクソン、いかない河村、河村からキングタイ、決めてきました、合わせる、サイズはシュート入りませんでしたが、ここも走っていく、ここまでは9対8、1点リードは横浜です。コーナーから須藤、スリーポイント、これは体勢を少し崩しながらということになりましたが、ここからが速い横浜、自分で行く、スピードに乗っていく、ドリブルスリーからインサイド、チャンジャットを使っていきました。相手のところで決めるか決めないか、勝負に大きく左右します。外からキングカイ、決めてきた、森川です。ジャクソンがボールをもらってシュート決めていく、河村に対して大高め、ここは時間を最後まで使う、外からのシュート、これも決まる、森川のリバウンド、河村前を見る、チャル・ジャクソンかわして入れていく、河村ここはスルーして逆サイドから、さあもう一回横浜の攻撃、大場のシュート、あー決めてきました、ファールだけは少々抑えていきたいところですね、はい、そこはチャンジャクソン。